100分の1スケールガンダムビダールの制作、今回は、フレーム部分をですね、完成させてみたいと思います。それで、こちらのフレーム部分なんですけれども、基本的にはね、この上半身と下半身合体させるだけでいいんですが、ちょっとね、手直ししたいところとか追加で、やりたいところがありますので、その作業をねやっていきたいと思います。で、まずはね、この頭の部分もうすでに分解してるんですけれども、このね、目の部分のパーツがね、組み立て時にちょっとね色がね剥げてしまったので、そこをねもう一度塗り直します。で、現状こんな感じで、この上の部分がねちょっとパーツがねかすってしまって、色がね剥げてしまってる状態なんですよね。で、これはね、シルバーの下地に上から蛍光ピンクで塗装してるんですけれども、そのね蛍光ピンクの部分だけがこうねちょっとこすれて取れてしまった状態ですね。で、何度かね、もう一回組み立て直したりとか、あとちょっとね、この上の部分をね削ったりとかして、この部分をね、こっちのパーツの方もね後ろ側から削ったりとかしてるんですけれども、それで普通に組み立てると、あんまりねパーツが当たらないようには一応ね加工もしたので、あとはね塗装して組み直せば、多分今度はねどこにもカツッと当たらずにいけるんじゃないかと思います。この状態でね組むと、特にねどこかに当たったりとかもしてないので、僕のね組み立て方が下手っていうのもあるんですけどね、多分この状態で、あとは塗装するだけで大丈夫と思います。それでは塗装していきたいと思います。こんな感じになりました。で、本当だったらシルバーのね下地からやり直した方がいいんですけれども、ほんの少しだったので上から蛍光ピンクをかけて、こんな感じで、ね、目立たない感じには、仕上がってくれました。それでは塗装も乾きましたので、組み立てたいと思います。で、今回はちょっと慎重にね、どこにもカツッと当てないように、よし、ちょこちょこね、内部も削ったおかげでしっかりとね、はめ込むことができました。で、あとはパーツを元通りに戻して、こんな感じに綺麗に修正できました。で、あとは元通りにね差し込むだけなんですけれども、とりあえず今外してるので、このまま、ドライブラシの方をねやっていこうと思います。で、使うのはこちらのねフラットアルミです。で、今回、明るい色だったらね大丈夫なので、あえてね金属色でなくてもいいとは思ってるんですけれども、せっかく、金属っぽいというかねフレームの部分なんで、このフラットアルミでね、やっていこうと思います。やり方は簡単で、まずはね筆に塗料をつけて、で、塗料にはね溶剤もちゃんと混ぜてあります。で、筆自体はねちょっと毛先をね短く僕は切ったやつなんですけれども、それで、筆にねついてる塗料を、キッチンペーパーなんかでちょっと落として、あまりね色がつかない状態ですね、若干筆が湿ってるかなというぐらいで、よし。で、あとは、パーツのねエッジの部分等をちょっとね筆でシャカシャカっとねこすっていく感じですね。ちょっとまだつきすぎますね。で、シャカシャカってやったぐらいではあまりね色がつかないっていうぐらいが多分ねちょうどいいんですよね。若干ね色がつきすぎてる感はありますね。で、これはエナメル塗料なので、サクッとね、拭き取ることも可能です。墨入れ塗料とね同じ塗料なので、墨入れ塗料をね拭き取る感じで綿棒にねエナメル溶剤をつけてスッとね拭き取ることができるので、結構大胆にというか自信を持ってというか、やり直しはねいくらでも効く作業ですね。ちょっとやりすぎた感はありますけれども、こんな感じにパーツのねエッジの部分に色をつけて、なんとなくね金属っぽい感じを、出しました。で、他の部分も同じような感じでね、少しずつやっていこうと思います。で、プロの人の、解説動画なんかを見てると、ウェザリングね、こういうドライブラシに限らずに、こういうねウェザリングの作業は
こう一箇所ばっかりねこう見てるとやりすぎてねしまったりすることがあるので、ある程度やったらちょっとねこう離して全体のねバランスを見ながらやるとこうやりすぎたりすることなくねこういい感じに仕上がるみたいですね。でちなみに僕はこういった作業をねかなり好きなので、基本的には作業自体が楽しすぎてやりすぎる嫌いがあります。なんかねやってるうちにねどういう感じに仕上げようとかっていうのがねちょっと吹っ飛んで、こう筆を動かしてね色をつけるっていう作業が、この作業自体が楽しくなってきて、ついついね色をつけすぎちゃうんですよね。でゴールドで塗装したところもこのね縁の部分にシルバーをね入れることによって、ちょっとねこう、擦れた感じというか、こうなんていうんですかね、こうエッジの部分がねちょっと光が当たって輝いてる感じっていうね、そういった雰囲気も出てくるので、僕はね結構ゴールドの上にこういうねシルバーでドライブラシっていうこのね組み合わせは好きなんですね。でちょっと今お届けしてる動画の設定がね若干暗めなので、ちょっと明るさ上げてみましょうかね。こんな感じですね。少しこの辺とかね結構色がついてるのが、確認できるかなという感じですね。でこれが面白いのがちょっとね今回みたいにちょっと古めのね感じに塗装したゴールドの上からやると塗装がね剥げたような感じに見えて、もう綺麗に塗装したねゴールドの上からやるとこの部分がね光ってて白くこう色がついてるっていう感じに見えたりするんですよね。やり方次第ではありますけれども、そういったところがあって僕は結構ねこのゴールドの上にシルバーをこうねちょっと端っこに入れていく作業っていうのはねなんかねこうちょっと好きな感じなんですね。この辺なんかはねちょっと擦れた感じがね出たんじゃないかなと思います。ねここねすごくこだわっても外装つけたらねもう全部隠れてしまうところではあるんですよね。ちょっとここ今ね不自然についちゃったので、こういうところはね溶剤含ませた綿棒で拭いてあげるともうサクッとね落とせるので、ここはねすぐその場でねすぐやり直しが効くっていうのが僕がねこの作業が好きな一つのね理由でもありますね。でドライブラシは基本的にこの地の色ですね、下地の色よりも明るい色で行いますので、こんな感じでねちょっと下地の色が黒っぽかったりこう暗めのね色だったりすると結構ねがっつりねこの辺とかがっつりこうシルバーが乗ってると思うんですけれども、こう塗ったところが目立つようになってくれます。で今回はあらかじめこうやってドライブラシをね、最後にやろうというふうに決めてましたので、フレームもね成型色はすごく明るいね、色でいうとニュートラルグレーみたいなね普通のグレーの色だったんですが、それだとねあんまりドライブラシがこうちょっとね生きない感じの色なので、少しね暗めの感じに色を塗って、色のねこの明るさを上げるのは、ドライブラシでいいやっていう風にねちょっと思ってたところはあります。どうですかね、ちょっと実際に動いてる機械の金属っていうね感じがしてきましたかね。若干やりすぎたかな。いいや、やりすぎてもね僕はこの作業ねかなり好きなので、このくらいでいいでしょう、と言いつつねまだまだやってるんですけどね。なんかね大胆にこう筆を動かしていけるっていうのがね、いいですよね。神経質にこう塗らなくていいっていうのがね、僕の結構ね僕大雑把な性格してるので、そういう僕にはかなり向いた作業ではありますね。上半身の部分、ドライブラシ完了してこんな感じになりました。全体的にかなりねがっつりやったので、なんとなくねこうやりすぎた感も出てますけれども、やっぱりねかなりやりすぎた感はありますね。ただこれね大部分は外装のね部分に隠れてしまうので、それを考えるとね多分いいバランスにねなるんじゃないかなとね思ってます。本当はね作業が楽しすぎて、
まあ、弾丸にやったって感じなんですけどね、もう、いいやと思ってね、やっちゃえやっちゃえと思ってガンガンやりました。まあ、手の部分はね、まあ、普段から擦れるところだと思ってもうがっつりやってね、まあ、ほとんどシルバーみたいになってますけれども、こんな感じですね。で今ね結構明るい感じに見えるかと思いますけれども、これね正面からガッと光が当たってシルバーが反応してねこう輝いてるので、結構こう肉眼で見た感じよりも若干ね明るめに今ね見えてるかなというところではありますね。で真上から撮ってるカメラだとこんな感じなんですけれども、これがね今僕が見てる肉眼に比較的に近い状態ですね。このくらいな感じです。さっきのね正面のカメラよりもだいぶね暗めになってるかとは思いますけれども、この色がだいたい本当の色というか今僕が目で見てる色に近い感じですね。こんな感じです。まあ、こうして見るとねそんなにがっつりねやってるっていう、感じでもないか、結構がっつりやってますね。それでは今度はこちらの下半身の部分も同じようにやっていきたいと思います。で下半身の部分はですねやっぱりこの金色の部分がちょっとね目立ちすぎてる感があるので、本当にね私ゴールドですけど何かみたいな、ね、感じでねかなり自己主張が激しい感じなので、このゴールドをねちょっとねこのドライブラシでこのゴールド感を少し抑えることを念頭に、あとはねバランスを見て他の部分もねやっていこうと思います。こうやって上からねドライブラシかけていくと少しねゴールド感収まってきましたよね。ちょっとこうシルバー感というか色がね薄まってくる感じなので、これでしっかりと調整したいですね。やっぱこのぐらいかな。結構ねやっぱゴールドきつめだったんですよね。やってないとねこのぐらいゴールドなんてね、これだとね 100% ゴールドって感じがするので、少しこれをドライブラシでゴールド感をちょっと薄める感じですね。このくらいでいいかな。で、あとは、上半身とのねバランスを見ながら、ちょっときつめにね、やっていこうと思います。下半身のドライブラシも、完了しました。で、こんな感じになりました。上半身と同じように全体的にかけてはみたんですけれども、上半身よりも若干ねおとなしめにはやりました。で後ろ側は、こんな感じですね。でこのゴールドの部分ですね、前もそうなんですけれども、この部分はちょっときつめにやってゴールドのねこう金色感を少しね抑えた感じで、だいぶねちょっとこうどぎつい感じのねゴールドに見えてたので、そこはね少し抑えれたかなと思います。で上半身もねこの下半身に合わせて少しねやりすぎてたところは、落とした感じですね。でもこうやって見るとねやっぱ正面からガッとね光が当たってるので、かなりねやってる感じに見えますね。そこまではねこの画面ほどはやれてないんですけどね、こんな感じかな。今ねカメラの明るさをね少し落としたので、ちょっとね影になるところが今ね見えなくなってるんですけれども、まあ、これがね僕が見てる状態ですね、まあ、肉眼に近い色になったんじゃないかなと思います。まあ、これでもね結構ドライブラシねかけた部分は目立つ感じにはなってますね。それではねまずは頭の部分をくっつけて、そして上半身と下半身ですね、こちらを合体させます。よいしょ。かなり時間かかりましたけども、ようやくこのフレームの部分完成しました。今回はねこのね色の部分ですね、かなり試行錯誤を繰り返したんですが、なかなかね僕が最初にイメージしてた分にねこう近い感じに仕上がってくれたんじゃないかなと思います。なかなかねドライブラシをかけたおかげでちょっと金属っぽい感じですね、ベタッとね色が入ってたところから少し、パーツにね表情が出てくれたんじゃないかなと思います。なんかこうねプラスチックではなくてちょっと金属の重みをね感じるような、仕上がりになってくれたんじゃないかなと思います。
で目の部分がね蛍光ピンクでねこうバチッとね色が目に入ってくるのでなんかねちょっと怖い感じもありますよね。なんか本当にね僕はこのねターミネーターのねちょっと感じがして少しねなんか襲われそうな感じがしてちょっと怖い感じがしますね。で後ろの感じもねかなりゴリゴリしてねこう僕好みなんですけれどもこの辺はね多分外装をつけるとがっつり、ね、隠れてしまうところではありますね。でこの肘の部分とかは外装からね多分出てくるところなので、このねシリンダーがあって動力パイプがあってっていうこのメカメカしい感じは多分ね出てくるところだったと思います。で下半身はこんな感じですね。まあ、全体的にパーツもね大きめなのでそんなにねゴリゴリしたねメカメカした感じではないんですけれどもこのね後ろ側ですね、やっぱりこのシリンダーがね見えるところなんかはかなりねかっこいいですよね。でふくらはぎのこの辺なんかはあの外装がつかないところになるのでここはね思いっきり外に露出してくれるところではありますね。で足の部分はねまだ外装がついてないのでかなりね不安定なんですけれどもまあ、ギリね、こんな感じでこう自立させることも、可能ですね。ということで、かなりね時間はかかったんですけれども、いろいろね試行錯誤しながら、こちらのね、ガンダムビダールの、フレーム部分ですね無事に完成しました。あ本当に時間かかりました。このねゴールド部分ですねこの辺とかこの辺の、色のねこうテストとかもねいろいろやったりしながらだったので本当にね、迷いながら試行錯誤をしながらね、ちょっと作ってきた感はありますけれどもなかなかね面白かったですね。で僕自身もこの金属塗装ですねエアブラシを使っての金属塗装に少しねこう知識が深まってなかなかね、いい経験だったと思います。エアブラシを使ってね、ガンプラ作ってるのもこのモデルがね、初めてなので、本当に塗装に関しては、初めて尽くしでね、やってる感はありますけれども、なんとかね、フレーム部分だけはね、完成しました。で、次回からね、外装の塗装に入っていこうかなとは思ってるんですけれども、ちょっとね、塗装する前に、全体的なね、バランスも、ちょっと見たい感じはあるのでこの状態にねパカパカっとも外装つけてなんか雰囲気ね確かめてみるっていうのもいいかもしれないですね。ちょっとねどんな感じになるかっていうだけでもね見てみたいですし、塗装する前と塗装した後でねどういうこう質感がね変わるのかっていうのもちょっとね動画で残しておくっていうのも面白そうなのでちょっとね次回どうするかわからないんですが、またね今度は、外装の方ですね外装の方の、制作に入っていこうかなと思ってます。で今全体的なねバランスを見てちょっとね気になるところとかを直してます。言うとちょっとやりすぎたところをね少し綿棒で拭き取っていって多少ね抑え気味に抑えてもね抑えなくてもそんなにはね多分変わらないとは思うんですよね。この上から外装がねがっつりついていくのでそこまでね気にすることはないとは思うんですが、若干ね下半身はちょっと強めにしようかなと思ったんですけどもちょっと抑え気味にしたところもあるのでそこにバランスをねちょっと合わせてちょっと離してみるとね目立ちすぎてるところっていうのがちょこちょこ出てくるんですよね。でもねついついねこう作業に没頭しだすと一点集中にねこうなってしまってそうなってくると全体のねバランスがねおかしくなるんですよね。一箇所だけ色がね目立ちすぎてるとかウェザリングがねすごくきつすぎてなんかねそこだけ目立つっていうのはねちょっとねよろしくないと思うのでそのいい例がね僕の場合はこのゴールドだったんですよね。ゴールドの色にとらわれすぎて全体感ですねなんとなくちょっと暗めなトーンで仕上げてるのにゴールドがねガンとこう
目に飛び込みすぎるっていうね感じにもなってるので、うん、それはねだいぶねこのドライブラシで抑えれたんじゃないかなというところではありますね。まあ、ここだけじゃなくてこの辺とかもねちょっとあのきつめにね、このフラットアルミをね着色ね塗装というか着色っていう感じですけどねあの塗装してるので少しね黄色っぽさが抑えられて、チタンゴールドっぽい感じなんかちょっとこう薄い感じっていう風になってくれたんじゃないですかね。うん、でもやっぱあんまりこの状態でねやらない方がいいかな。一回外装をねちょっとつけてみてっていうねところではありますよね。外装とのねバランスもあるので、でもこうやってね後からね簡単に修正が効くっていうのがエナメル塗料のね良さですよね。ちょっとね使い方というかプラスチックのねパーツ自体を傷めたりっていうちょっとねデメリットはあるんですけれども、まあそれを考えてもねやっぱ使いやすい塗料ですね。エナメル塗料はこんな感じですかね。ちょっとねちょっとまた動画のね最後よりも若干色がね抑えられた感じにはなったんですけども、これでいいかな。あんまりやるとまたねこれをね落としすぎるというかやりすぎる感がね僕にはあるので、うん、まあ、このくらいでね、うん、なんかもうこのパーツね、このフレーム見てると、まあ、どん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 ねいろいろやりたくなるので、ちょっとこれで一旦作業はね終えたいと思います。